お疲れ様です。バーサタイルです。お疲れ様でございます。はい、今日は缶釣りです。やったねー、はい。缶釣りだよ。ちょっとね、うん、あの西日の感じがちょっとなんか違和感あると思うんですけど。うん、なんだろうね。うん、不思議だわ、うん。ぶっちゃけます。ごめんなさい。釣り忘れました。事後報告です。もう釣りしてます。うん、釣りした後に撮るっていう斬新なこのスタイルね。まあ結果は見てもらって。お楽しみで。いや、すごかったね。すごかったでしょ。ああ、もうどうしようかってぐらいに。あとだから言いたい放題言えるからね。あの中村ちゃんのメーターオーバーすごかったね。ちょっと待って。うん、よし、始めよう。ね、はい、やりましょう。はい、今日は釣りパラダイスです。八幡の。ああ、そうでした、そうでした。はい、うん。じゃあやっていきたいと思います。お願いします。はい、俺の中で缶釣りってフライやりに来るとこだからな。マジで。うん。俺缶釣りでフライってやったことないんだよね。マジで、うん、入りが渓流だからですよね。あの止水のフライって分かんないの。あ全然違うよ。物が違うでしょ、うん、だから分かんないからやってないんだよ。全然違うっていうか、止水のフライができればできるよ。缶釣りから止水に行くのは無理。あの渓流に行くのは無理だよ多分。なるほどね。相当頑張んないと。缶釣りのフライは俺はもう、うん、フライフィッシングであって違う釣りだと思ってる。ああ、なるほどね。焼きそばとカップ焼きそばが違う食べ物みたいな。そんな感じ。似てるんだけど違うもの。あ、そうなんだ。うん、当たったな。当たりました？当たったな。正解じゃないけど、今日投げてる中では一番当たってる。お、正解じゃないんだよ。いけねえ。よそ見してた。よそ見してた。変な合わせしちゃった今。ダメダメ、こういうのは良くない。よいしょ。貫通りはとりあえず前にさえフライが飛んでくれば、竿1本分飛んでくれば十分なんですよ。すごくイージーなんだよ。そうだよね、うん、魚までのデリバリーは簡単だよね、うん、渓流は流れとか全部読んで、その後の総合点で得点がつくみたいな。そうそうそ そう、うん、魚が結果的に釣れるみたいな。おお。そう、魚の口の前までのデリバリーの難易度だと思うから、うん、だってフライは食うもん。なるほどね、うん、ルアーと違って。よっ、やったい。わーい、フライだフライだ。はいはいはい、やっと一匹だよ。俺さ、缶釣りってほらみんなマーカー使ってるじゃん、うん、でもほら俺ストリームから入ってるからメインがドライなわけです、うん、使ったことないっしょ。そうだから缶釣りでそもそもドライってやんないのっていう。ドライね、やるよ俺結構。あ、やるんだ。やるんだけど、もう見た感じで上に向かって魚が出ないじゃないですか、うん、もうそういう時は諦めてるもん最初から。あ、そうなんだ。ひたすら打てばたまに出るよ。たまに出るけどなかなかね出会えなくなるから。ルアーと同じぐらいの難易度になるから。あ、そうなんだ。うん、いいね。誘った瞬間にしっかり食ってきてくれる。綺麗だな、やっぱニジマスって。そう、俺ドライの釣り大好きだよ。缶釣りのドライ大好きなんだけど、できるのができる時間が限られてるというか、千葉の方はあんまないんだけど、昔言ってたあの茨城のビッグロックとか、うん、なんだろう、長野の白間とか、あの辺になるとやっぱ夜になると夕方になってくると昆虫がすごいハッチしてくるから。あ、ドライが強い。もうドライ天国ですよ。インジケーターやってる、むしろインジケーターをなじませる前にインジケーターに食っちゃうみたいな。ああ、なるほどね、うん、それ楽しそうだね。そう、でそれでどっちしろ効率悪くなるから、だったらドライでいいじゃんみたいな。当たりちっちゃい。
MSC 妊婦なんだっけ、岩田さん、岩井さんだっけ、岩井か、パターンさえ合っちゃえばね、うん、もう量産ですよね、貫通フライは。そうなってんな、本当に。あ、見逃してしまった。よそ見してたら見逃してしまった。もったいね。あるある。あるあるだよね。よし、あちょっと落ち着こう。ちょっと落ち着こう。こういう時って当たるんで。あいつら見てっから。ちくしょう、今。2回連続ティップ入ったかんで落ち着こう、ね、いや、擦れんの早すぎね頭いいんだよ頭いいな、こいつらフライで擦れるのって30分ぐらいひたすら釣り続けてやっと擦れっかなぐらいの俺のイメージなんだけどさ、あの最近のマスさんたちは、最近のマス頭いいね、インテリなんだよ。パターン変えればやっぱ一発なんだよな、ほんと頭いいなこいつら。乗られない乗らない乗らないよ。今前あたりのカッっていうのをこらえてからのゴンで合わせたの乗らないんだ。あ、そう、カンツリトラウトって難しいよね。でもちょっとなんとなくつかめた気がした。マジで？あ、そういうパターンねみたいな。わかんない、釣ってないから何とも言えないけど。いいんだよ、君ならそのうち釣るんだよ。1本目、はい、スプーンちょうだい、スプーンちょうだい、はい、ありがとうさん、よいしょ、映ってるかな、ズル引きです。あー、うん、下手するとラインテンション張ってるだけのほっとけです、うん、あいつら拾い食いするじゃん。そう、秒速5センチぐらい、うん、ぐらいで巻いてきて、たまに反応はある。そうするとコン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 、ただ下にべったりついてるじゃん、うん、多分乗らないんだよね。乗らないね。だから
ひったくる当たりだけ拾う感じの、うん、でもまあやる気ある魚をひたすら狙ってるようなね。そう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 、コンコンでつっつくやつはもう取らない、うん、でコンって入ったらもう旬合わせで、釣れちゃったっつったってやってる場所変えてるから、うん、魚は違うはずだからね。そうなんだよ、そんなあいつら情報伝達能力に長けてるわけじゃないから、うん、分かんない。 今だったらなんかみんなスマホぐらい持ってんじゃねえの。マジで、うん、あれダメだよ、あれ注意だよあ、なんか来たよみたいな、グループラインで回ってくるのかな。回ってくかもしれない、注意情報が、注意情報ぐらいは。そうやって小学生ですらスマホ持ってる、 iPhone 持ってる時代だぜ。そうだよね、うん、俺なんかより多分お小遣い高いんじゃねえかと思ううん、たまに思うよね。およいしょ、すげえ、あの人掴んでる、さすがだな。あららららら。